メタルヒーローシリーズで主演を務めた俳優の出演当時と現在を比較。1999年にシリーズ放映は終了したメタルヒーローシリーズ、ウルトラマンシリーズ、仮面ライダーシリーズ、スーパー戦隊シリーズに並び、日本を代表する4大特撮シリーズの一つとして数えられています。放映終了から20年以上を迎えますが、劇場版で新作が出続けるなど人気に衰えはありません。特に主役とヒロインを演じた方たちの人気は未だに非常に高い人気を誇ります。今回はメタルヒーローシリーズで主演とヒロインを演じた方たちの出演当時と現在を比較してみました。まとめましたのでぜひご覧ください。なお紹介できなかった方もいますのであらかじめご了承ください。まずはこちら宇宙刑事ギャバンをご紹介します。一条自烈演じたのは特撮俳優の第一人者大場健二さん、当時27歳でした。そしてこちら現在65歳の大場さん、2018年に倒れリハビリ中ですが早期復帰を願いたいものです。続いては宇宙刑事シャリバンをご紹介します。伊賀伝演じたのは渡里博さん、当時20歳でした。そしてこちらが現在の渡里さんです。57歳になりました。続いては宇宙刑事シャイダーをご紹介します。沢村大演じたのは円谷博さん、当時20歳でした。そしてこちらが34歳の頃、2001年7月肝不全で37歳で亡くなりました。続いては巨獣特捜ジャスピオンをご紹介します。ジャスピオン演じたのは黒崎光さんです。当時23歳でした。そしてこちらが58歳の黒崎さんです。現在は沖縄でダイビングショップを経営。続いては時空戦士スピルバンをご紹介します。ジョー陽介演じたのはまたまた登場、渡里博さん、当時23歳。そして先ほどご紹介した57歳の渡里さんです。続いてはダイアナ演じたのは河野巻淳さん、当時22歳でした。そしてこちらが現在の河野巻さん、56歳、現在は専業主婦になっています。続いてはヘレン演じたのは人気が高い森永直美さん、当時22歳。そしてこちらが56歳現在の森永さんです。写真右側です。続いては超人気メタルダーをご紹介します。剣流星演じたのは瀬能聖光さんです。当時23歳でした。そしてこちらが現在56歳の瀬能聖光さんです。続いては世界忍者戦ジライア、こちらをご紹介します。山地道波演じたのは筒井匠さんです。当時24歳でした。そして写真中央、現在56歳の筒井さんです。続いては機動刑事ジバンをご紹介します。田村直人演じたのは日下翔平さんです。当時25歳でした。そしてこちら56歳の日下さんです。現在は八代博樹さんのマネージャーをしています。続いては特警ウィンスペクターをご紹介します。香川龍馬演じたのは山下勝さんです。当時23歳でした。そしてこちらが52歳の山下さん、現在はボーリング用品の営業マンです。続いては特急司令ソルブレインをご紹介します。西尾大輝演じたのは中山浩一さん、当時23歳でした。52歳現在の写真はありません。続いては樋口玲子演じたのは森光恵さんです。当時25歳。そしてこちらが54歳現在の森光恵さんです。
続いて特装エクシードラフトをご紹介します。加納隼人を演じたのは影丸茂樹さん、当時23歳でした。そしてこちらが現在51歳の影丸さんです。続いては村岡耕作、演じたのは河合守さん、当時26歳でした。そしてこちらが河合さん、46歳の頃、現在54歳になっています。続いては大熊健、演じたのは榊原伊織さん、当時20歳でした。48歳現在の写真はありません。続いてはブルース・ワットをご紹介します。翔、演じたのは正木宗司さんです。当時21歳でした。そしてこちら写真中央、47歳現在の正木さんです。続いてはサラ、演じたのは白鳥ゆかさんです。当時22歳、49歳現在の写真はありません。続いてはシグ、演じたのは土門光さんです。当時28歳、そして現在53歳になっています。写真は引退作36歳の頃です。続いては重工 B ファイターをご紹介します。甲斐拓也、演じたのは土屋大輔さん、当時23歳でした。そして47歳現在の土屋さんです。写真右から2番目です。続いては片桐大作、演じたのは金井茂さんです。当時27歳でした。そして51歳現在の金井さんです。現在は江戸川区議会議員になっています。続いては葉山礼、演じたのは葉月玲奈さん、当時20歳でした。45歳現在の写真はありません。続いては高取舞、演じたのは友江千草さん、当時22歳、47歳現在の写真はありません。続いては B ファイター兜をご紹介します。鳥羽航平、演じたのは中里秀臣さん、当時20歳でした。44歳現在の写真はありません。続いては立花健吾、演じたのは足立直久さん、当時26歳、50歳現在の写真はありません。続いては鮎川蘭、演じたのは来栖幸那さん、当時19歳、42歳現在の写真はありません。いかがでしたでしょうか。もうすでに引退されてしまった方が多数いるのは残念ですが、生き残りは非常に厳しい芸能界、第一線で長きにわたり活躍するのは並大抵のことではありません。引退された方の第二の人生の成功を心から祈りたいものです。以上です。ご清聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。